しろ。 これでバルキュリアは救われた。シグルン、なぜこんなことに。ミミ、あなたなの。自由になったのか。でも自由には犠牲が伴うんじゃ。その通りだ。幾冬もオーディンに仕えてきたが、自由が味わえたのは女王との結婚が続いている間だけだった。あなたが女王じゃないの。バルキュリアの真の女王はただ一人、女神フレイヤだ。オーディンがあの方の羽を奪った後、私が後を継いだものの、奴は満足しなかった。古の呪術で我が姉妹たちを堕落させたのだ。私は被害を食い止めようと、我が姉妹たち全員を幽閉したが、やがて私も堕落していった。シグルン、力になってやれなくてすまん。何かできたはずじゃ。努力くらいはな。これからどうする。姉妹たちの元へ戻らなくては。協力して世界の均衡を取り戻す。そなたらに我らバルキュリアの永遠なる加護。よし、これで終わったな。あんまり嬉しそうじゃないね。お前さんも首だけになってみたらわしの気持ちがわかるさ。バルキュリアを解放できたのはよかったが、最初から防ぐこともできた。わしは自分で言っていたのか。考えても無意味だ。過去は過去でしかない。おう、お前さんがそんなことを言うとはな。今は気分が兜で何か作れば。お前さんの親父はそればっかりじゃな。そうだね。